どうも、このまるです。きたろです。じゃあ今日は YouTube でボーイズプラネットの第7話で公開されるであろうステージの30秒プレビュー版みたいなやつが公開されたから、そちらのステージ見ていきたいと思います。まあ見ていくって言ってね。まあ感想なんだけど、うちらの。そうだね。楽しみだね、感想だから、これは。ね。いやでもさ、また全部良さそうだったね。いや、そうな。ね。しかもさ、なんか私、なんかで言ったっけな。ポジションバトルって割とさ、ほんとバラードはバラード、ラップはラップ、ダンスはダンスっていうほんとさ、特化してたやつが多かった中、今回デュアルでさ、2つやることあるから、なんか動き的にも結構派手でさ、全部。うん。なんか、私実はさ、バラードそこまで得意じゃないじゃん。実は。あ、そうだね。うん。別に嫌いとかじゃなくて、すごい好き、めっちゃ好きとかにあんまならないタイプなんだけど。うん。だからなんか動きやって、なんか、個人的にはやっぱさ、歌って踊るっていうのが大好きだから、なんかそれが見れてすごい嬉しいみたいな。うん、そうだね。結構、こうやってダイジェスト見たけど、全部動きあるもんね、結構。いや、そうなん、そうなん。ねえ、ゴヌクめっちゃピンクのノースリーブみたいに着とったね。ねえ、すぐゴヌクの話。マンネだから、可愛いの着させられたなと思って。なんで今ハート作ったエアーでハート作ってしまった。じゃあ早速ね、最初からちょっと見ていきたいんだけど、まず最初に公開されたのが、まあ、ローティームで、まあ、結構ここもさ、やっぱ例えば上位のメンバーで言ったらハイユンジンがいたり、うん、あと最近急上昇中のパクハンビンさんがいたり、うん、なんか実力もしかもあるっていうので、うちらさ、そもそもさ、そのスポが出てる段階でめっちゃここやばないみたいな、結構良さそうだよねみたいなこと言ってたじゃん。そうだね。やっぱ最初からなんか迫力あるね、やっぱこの人たちのステージは。で、待っても袖なしズーハオがおるから。いや、そうなん、そう、ズーハオ袖ないんね。ね。しかもさ、なんかズーハオのヘアバンドめちゃめちゃ忍者味あってよくない？確かに。あれうちらだっけ、忍者って言ってたの。そうだよ、うちらうちらしかいないよね、そんなの。そう、忍者役のやつじゃん、ヘアバンドなんて。うん。やばい。え、ズーハオ聞いてくれとったん？え、ズーハオ、日本の時代劇出てくれるん？ありがとう。ねえ、あとさ、なんか言っていいかどうしようかちょっと迷ったけどさ、ハユジンくんと中ムデンくん、ちょっと似てない？このステージ。あ、すごい、ハユジンだと思った。あれ、もう一回ハユジン出てきたってなって、あ、違うってなって震えたよね。いや、そうなん。っていうか、俺も思っとったところにこなまるが言ったから、一緒だと思って。なんかさ、なんか二人ともかっこいいし、髪型似てるし、輪郭も似てるし、その、うん、特徴がちょっと似てるよね。割と。パーツとかも。そうだね。うん、パーツ似てると思う。ね。いや、もちろんさ、違う人だから、違うんだけど、うん、なんか並んだりとかしたら。いや、でもなんか、ちょっと騙されたよね、一瞬。え、みたいな。別に向こうは騙してきてはないけど。ズーハーの忍術、これ。ズーハーここなんでできた。そう。だからさ、あとこう、イエダムくんもいるから、ここマジでさ、めっちゃ期待できるね、このステージ。ね。で、次が、まあ、クラッシュさんの曲のラッシュアワーっていう曲か。フューチャリング J ホープ先輩じゃん、しかも。うん。まあ、これあれだよね、J がそもそもさ、最初のレベル分けでやったやつだったけど、なんかまあセンターがリッキーだったよね、確か。噂が。うん、ね、実際見てもまあそうかなっていう感じなんだけど、めっちゃ顔強いよね。もう、いや、リッキーさ、出てくるたび顔強ってなるよね。まあそれぐらいのお顔だもんね。ねえ。こんなさ、芸能向きの顔みたいなある本当に。確かに。確かに、もう芸能のために生まれてきた顔だよね。うん。一般社会寄ったらびっくりするよね。え？みたいな。うん、でもここさ、本当にさ、結構可愛い感じの、アイドル性が高い感じのグループだよね。グループだよね。うん、そうだね。結構、割とそのプリュ系とかのステージはさ、絶対ある可愛いコンセプトみたいな位置づけだよね。うん。なんかタクト君がめっちゃさ、白いトトロみたいな帽子かぶっとってめっちゃ可愛いよな。そう。っていうか、いいんだね、キャラものかぶって。いや、トトロではないと思う。目のつり上がりが違うから。あちょっと待って、トトロかと思っとった。うん、トトロっぽいよ、めちゃくちゃ。うん。かわいい。え、てか、粉丸の目じゃない、これ。確かに、粉丸の目だ。私、おったん。粉丸の目。うん。まあ、あと、イクミ君もさ、なんかその、戦闘のさ、子、戦闘の子やっとるからすごい目立っててさ、めっちゃ可愛くない？うん。戦闘のことは、でもわかる。その、記者ポッポ的な、センター的なさ、ね、可愛いよね。可愛い。なんかすごい、ね、ロックダンスやって。うん。うん。ほんと、だから、ヒロト君、もう分量欲しいからさ、俺はもう。ね、うん。だからすごい見せ場に期待だね。ね。
じゃあ次が、バタフライ。まあ、BTS の曲で、あー、そっかそっか。クアン・ルイさんがさ、もう回るっていうのが、ちょっとした予告でさ、もう分かってるけど。うん。でもさすがにさ、回る映像さ、来るか来るかと思ったらこんかったね。見せ場すぎてやっぱ隠されとったね、そこは。そうだね。そこはもう本番までの楽しみだね。うん。でもなんかさ、こういう、まあ、舞踊みたいな動きというかさ、なんだろう。キータロさんが好きなやつってなんだっけ、あ、コンテンポラリー要素なのかな、こういうのって。うんうんうん。なんか、こういうのって難しそうだよね。そうだね。確かに、これはもう表現力が求められる感じだよね。そう、なんかそれってさ、結局、ダンスのなんか基礎とかさ、経験のなんか深さというか、なんかそういうのがないとなんかできなそうなイメージがあって、私の中で。うんうん。これをどこまでさ、まあ、クアン・ルイさんも得意なの分かってるから、全員でどこまでこう見せてくれるんかっていうのが結構楽しみだね。うん、そうだね。この、ちょっと見たダイジェストだけでもさ、結構このバタフライだけに結構羽とかをさ、モチーフにした振りみたいなのがあるから、うん。うん、結構分かりやすいっていうか、すごい世界観がすごいしっかりしてそうですごい楽しみ。ああ、そうだね。振り付け、これ、まあ、自分たちで作っただろうから、すごいね。もともと BTS であった振りかはちょっと私分かんないんだけど、いいね。キラキラしてて。うん、ね。で、次が、フィールスペシャルか。やっぱ、まあ、そもそもさ、チャウンギさんがさ、あの、トムボーイやりたかったけど、ゴヌクがさ、来たから、放出されてさ、ゴヌクが、あーちょっと、心痛かったなーみたいな言ったけど、このチャウンギさんがさ、うん、フィールスペシャルしながらさ、行ったから、フィールスペシャルと、いうところに。すごい歩きながら行ったもんね。そう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 。しかも、それ見た瞬間、ゴヌクは、あーもうなんか大丈夫かなみたいな。あ、気分晴れたみたいなこと言って。そう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 。切り替えどっちも早くてすごい良かったよね、あれ。いや、俺めっちゃ、あそこマジ笑った。ね。うん。でさ、ちなみにさ、あの、フィールスペシャルチームのさ、髪の毛、ちょっと明るい方いるじゃん。うんうん。あの方、確か、自分の好きな、自分のロールモデルが、TWICE のサラだった気がするんよね。違ったっけな？あー、なんかでも、そう。でもそう、なんかね、あの、好きな曲がフィルスペなんは知っとるん。それでやっとったもんね、本編でね。うん。だから、よかったねの気持ちないよ、すごい。うんうん。そう、しかもなんか、コメント欄で、なんか、キータロさんギャル好きだから、ギャル好きのキータロさんには、シュアイボーくん、おすすめです、みたいな、言われてから、すごい気になっとって、6話で結構注目しとったんだよ。うん、そう。だから、要チェックだよ、ここは。ギャル好きっていうのがさ、最近そんな言ってないに、もう知ってる方いるっていうのはすごいウケるよね。そうだね。どこで言ったんだろう、多分ガルプラじゃないかな、言ったの。うん、まあ、ガルプラとか。他でそんな言ってない気がする。ね、でも、うん、ちょっと嬉しかったでも知ってらっしゃると思って。まあ、XG とかから最近言うとしたらね。確かに確かに、そうだね。うん。で、次が、スプリング、ラブ、オア・チェリー・ブロッサムっていう曲で、まあ、ここがダウル君と、パク・ドハ君と、チョン・イちゃん君。うん。え、てかさ、ここなんかすごいさ、セットに見えるんだけど、これもさ、全部後ろさ、あれなんだね。スクリーンだよね、きっとね。すごいね。え、そうなん？あ、まあ、そっか。ソファーとかはさ、まあ、もちろんあれだろうけど。うん。スクリーンだよね、これね。うん。あ、そうだね。え、すごいね。なんかすごい立体的なスクリーンだね。いやね。いや、そうなん、そうなん。すごいね。うん。ここは結構3人チームだし、結構ボーカルメインな感じだと思うから、すごい、なんか聴かせる感じだね。うん。座って、なんかちょっとリラックスした感じで歌うのか。うんうんうん。次が、インフィニットのマインラブ。来ましたよ。キムテレになるとさ、どう褒めようかすごい迷い出すキータロさんがおもろいよね。そう。いいよ言ってもみたいなさ、振られたんだけど、もうなんか推しだから緊張してさ、言えんくなるんよ。いやいやいや、緊張せんで。いやーマジこのダイジェスト何回見たか。え、しかもすごいいいとこを映してくれたよね。そう。なんならさ、冒頭なのかな、最初もさ、ちょっとしっとりしたとこ、聞かせるところも映してくれてるし、うんうん。なんか、最後のサビの盛り上がりみたいなとこもさ、あってさ、うん。そこはマジ高音張り上げてらっしゃるから。ね。え、なんか、すごいあれだね。高いとこめっちゃ高いね。うん、そうなん。だってさ、2段階かな、これ。うん。あ、3段階。3段階とかじゃなくて、まあ、単純に、あーみたいなさ、あの、マライア・ケリーみたいなね、現象起きとんねんか。そう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 。伸びたーと思ったらその後、なんかね、ちょっとまたアレンジになって。そうそうそう。うん、そうそう。しかもさ、その、キムテレの笑顔がマジで、いいよ。うん、いや、いいよね。めっちゃ口大きくて可愛いね。お口って感じで可愛いね。そう、口大きいんですよ。いやーね、ほんと、その、なんて言うんだろう。今までさ、その、プリュ系でさ、押してきた、
例えばプエクのイヒョプとか日プ2の高塚ひろみくんとかで今回のキムテレもそうだし、なんか絶対ステージで高音張り上げるね。いやでもキータロさんがボーカル面しかおっさんっていうかさボーカル面推しになりがちみたいなとこあるからさあそう、だから今回もさ、もうまさしくそう来てくれたから、それもすごい嬉しいし、うんうん。マジほんとさっきこの丸言った、そのマライアキャリーの部分。うんうん、もう、そう伸びやかに伸びた後にまた、あーって、あそこがマジ泣ける旋律っていうかさ。そうだね。うん、今のキータロさんのが泣けんかったけど全然。ちょっとやめてよ、そりゃそうだよ。そう。あそこがね、マジ多分すごい、最後のもう花火もさ、花火も待っとるから、うん、花火待っとる。うん。だから多分ここがすごい本当に見せ場だと思うよね。いや、そう、なんかさ、いろいろチームあったけど、すごい明らかな見せ場を映してくれとるよね、ここね、うん。そうだ、なんか、むしろ大事それくらい見ちゃったら、なんか、本番大丈夫かなっていう、自分がね、なんかお腹いっぱいならんからみたいな、もうすでに。いやいやいや、ならないならない。やっぱさ、もっと緊張した状態で見る、なんか、特別さってあるじゃん。例えば、まあ、こう、キータロさんさ、お酒山飲まんかいだけどさ、私も別に今飲まんかいはあれだけど、なんかずっとさ、飲み物、なんかビールのためにちょっと抑え気味にしてて、で、仕事終わってやっと飲む一杯みたいな、そういう感じだと思うよ。次、ちゃんとステージ見たら。どんな例え？やっと飲めるみたいなさ、そういう。ああ、確かにね、我慢して我慢してみたいな、断片的にしか見てなかったけど、やっと見れるみたいな。そう。うん、プシッカーみたいなさ。ああ、全然、ビール飲まんから分からんけど、でもそういうことね。そう、よく CM でもあるじゃん、そういうの。うんうんうん、そうね。うん、ああいうことよ。いや、本当に、確かに。いや、本当さ、決めてるだけじゃなくて、みんながさ、本当笑顔で、すごい楽しそうに音楽を楽しんで歌ってるって感じがすごい伝わってくるから。うん。うん、マジで楽しみ。ね、あの、ミンギュくん、ミンギュくんの感じめっちゃ好きだわ。ミンギュくん最初、すごいなんかもう、すごいもんね。てか、ミンギュくんめっちゃ声でかいもんね。そういえば本編で声でかくて小さい子、声でかくて小さい子のさ、対比がすごかったから。確かに確かに。ミンギュくんだったら結構、遠くにいるさ、練習生とかも反応してたもんね。どんだけ声でかいんかね。キムテレも声楽やられてたのかなみたいな、言ってたし。で、次がリムジンっていう曲のチームで、チーム的にはパフジフ君、クリスティアン、アントニーの3人のところか。うん。で、なんかさ、このダイジェストのやつだと、パフジフ君が結構ラップのところ多くて、クリスティアンとアントニー割と歌いながらみたいな、その割とボーカルに近い感じのやつだったね。うん、ね。だってこのデュアル何のデュアルだっけ？ボーカル&ラップか。でもなんか今までのアントニーとまた違う感じの魅力だね。うん、結構強い感じっていうか、割とかっこいいっていうか、アントニーって結構バラードとか可愛いやつとかのイメージ多かったけど、日プ2とかは。うんうんうん。うん。だからまた新たな一面見せてくれそうだね。そうね。で、あとさ、パクジフ君のラップの感じすごい好きなんだけど。あ、いいね。なんかすごいかっこいいね。なんかいいね。声もすごくいいし、なんか、ラッパーが歌うボーカルみたいな感じでいいよね。いや、そうなん。なんか、なんだろう、クロート感、醸し出すクロート感みたいなのがあって、パクジフ君に。うんうん。なんか、すごいスター性を感じるんよね、彼から。うん。てか、声もなんかちょっとそうだね。特徴的な声だよね。うんうんうん。ね。すごい才能って感じ。めっちゃ。うん。で、次が、トム・ボーイか。うん。いや、これね。これも結構な見せ場じゃないの、多分。いや、これ、見せ場っていうか、なんならさ、このダイジェストも最後だけどさ、これ、うん、本編でも多分最後にやるよね。うん、あ、絶対一番最後だよ。絶対そうだよ。6話でやるんかなと思いきやさ、さ、やらんかったけど、それさ、この間のさ、最初のバトルと一緒じゃん。うんうんうん。え、なんかさ、普通に疑問なんだけどさ、なんか6話でさ、あんだけ、そのステージの前のさ、やりとりみたいな、まあまあ見せてくれてたじゃん。うん。え、じゃあ7話何やるみたいな。なんていうの、うん、で、7話さ、何をこう、ステージ披露前に見せてくれんのみたいなとこあるよね。うんうん、確かに確かに。あ、でもまあ、それが、あの、泣いてるみたいなところなんかね。あー、確かに、そうかも。ね、どうせあれさ、もう M ネのさ、あれだから、なんかあの、M ネのさ、予告っぽい編集だとさ、ステージが失敗して泣いてるみたいな雰囲気だったじゃん。なんか、そう、順番的に、うん、確か。てか、泣きのシーンが一番最後に来てたから、うん。なんか、へこんでますみたいな。4位だったからへこんでますみたいな感じの雰囲気だったじゃん。そもそも4位だったか分からんけど、うん、まあ、編集はそういう感じにしてたからさ。うん。でも絶対あれさ、なんか、
何かしらただの練習段階のやつだろうし、ただのって言ったらだけど、練習段階の時に、なんか、あったのかなっていう感じだろうし、うん、まあ、なんなら、いや、なんならね、キム・ジウンさんも泣いてるとこあったんだけど、全く流れんかったから。なるほどね。ソン・ハンビンさんも流れないかもしれないよね。予告ではあったけど、みたいな。あー、なるほどね。うん。だってやっぱステージすごい良さそうだもんね。うん。いや、そうそうそう。しかもなんかソン・ハンビンが泣いとったシーン、なんか階段で寄り添っとった人何人かおったけど、なんかちょっと笑顔だった気するよね。笑顔っていうか、そういうなんかバカにした笑顔とかじゃなくて、なんかちょっとなんか笑っとる感じだったから、なんか、うん、ステージの失敗って感じじゃなさそうなんよね、雰囲気的に本当に。まあ、ステージの失敗で凹んでて泣いてたら、周りが笑ったりあんましないもんね。うん、本当に凹んでるんだろうなってなるからね。そうそう。うん、そうそうそう。だからなんかちょっと、うん、あれはもう、M 根の悪いやつですよ。もう絶対さ、編集素材さ、こうやってさ、いろいろ、見た、確認してたらさ、あれ？ソン・ハンビン泣いてんじゃんみたいになって、うん、絶対使おう。ここの何分何秒とかメモって、ずっとパッてさ、パッパッてなっとるんですよ。何分何秒、ソン・ハンビン泣いてる。付箋して。付箋して。やめてよ。もうそれぐらいのやつだからさ、絶対。ああ、確かにね、もうよし、取れ高取れ高ってなるもんね。そうだよ。でもなんかさ、そもそもさ、このデュアルポジションバトルのさ、なんか予告っぽいサムネにさ、このフイさん、フェテクさんとソン・ハンビンがさ、向き合って、なんかやってるみたいなやつだったじゃん。ああ、そうだったね。そうそうそう。なんかこれさ、流れで見たらもっとやばそうじゃない？ステージ全部見たら、うん。確かに確かにそうだね。てかマジでアベンジャーズだよね。超うまいもん。そう。もうなんかね、勢いがめちゃくちゃ伝わってくる。なんか迫力とかが。いや、そうな。うん。もうフェテクが叫びまくっとるからね。ね。あ、てかさ、うちらさ、フイさんじゃなくてフイくんで呼んでみようって思ったんにすっごい忘れとったね。いや、そう、なかなか難しい。なんかフイさんってさ、別にボイプラから始まった名前じゃないじゃん。なんか我々的には。もう昔からさ、ネガの。そう。昔からさ、そのクリエイターとして呼んでる名前みたいなのあるからさ。うん。なんかあれだよね。うちらさ、さん付けで呼ぶのってさ、あれだよね。尊敬の念強いときめちゃめちゃさん付けだよね。そのまま。うん。確かに確かにそうね。うん。そうなんだ。天才だからさ、まあ、ふいくんって呼んでみる。ちょっと、でも恥ずかしいよね、もはやね。ふいくん。うん。ちょっと照れくさい。そう。ちょっと失礼します。ふいくんって呼んでいいですかみたいな。なんか、謎の発言制限けんくなる気がするっていうか。うん、なんだろうね。まあ、そんなこと言って私さ、ゴヌくんのことついにゴヌくんとか言い始めたから、ちょっと心の中で。それはなんかあれな、結構、そういう相性な、なんか結構ファンの人とかから。いや、私も別に分かんなくて。でも、うちらのさ、まあ、たかうちらがゴヌくんについて喋りすぎてるから、ゴヌクウォッチャーとか言い出してるから、コメントでさ、ゴヌクウォッチャーありがとうございますみたいなのが来てさ、まあ、ゴヌクっていうか、ゴヌクンで帰ってくる方結構多くて、ゴヌクンなんだなと思ってさ、ゴヌクンだよね。いいね。ゴヌクにクンがくっついて、ゴヌクンって可愛いね。言いたくなるね。いや、そうそうそう。ゴヌクンマジピンク可愛いよね、あと。可愛い。しかも結構一人だけだね。うん。ね。いいじゃん。しかも袖なしだし。なんか、あれだよね、ランパパンパパンパパーンの要素みたいなさ、なんだろう、うん、ちょ筋肉要素みたいなのあるよね、やっぱり。あるある。ちなみに、ジャンハオがさ、P ワード言ってるっていうのなんかちょっといいよね。ねえ、確かに、絶対言わなそうなのにね、普段ね。うん。絶対怒っちゃうんだしね。うん。もうステージじゃないと言わないやつよな。うん。やば。ってか、やば強っ。ね、しかもなんならさ、その、第6話の最後のさ、7話予告の時は、その P ワードさ、F ワードは、ジャンハオじゃなくてさ、ソン・ハンビンだったんよ。あ、確かに P ってなんか出とったもんね、口にね。うん、だからすごいたくさん楽しめるよ。やば、連発ってこと？サビの時に多分絶対言うっていうやつだから、トンボイ。あー、なるほど、なるほど。うん。ちなみにさ、ふいくんのさ、文字文字。ふいくんのさ、あれだよね。同じ事務所だよね。ヨジャアイドルは。ヨジャアイドルは。あ、そっか。で、以上でね、今回、デュアルポジションバトルの第7話分の、まあ、30秒とかのね、公開してくれたやつの感想言ってたけど、でもやっぱりさ、この30秒だとやっぱちょっとどうしても全部見たいってなるからさ、ほんと7話が楽しみな、うん。ねえ、いや、マジで。でもさ、その、
まあ、次回のステージをこうやって見せてくれたのってやっぱ投票とかするためのあれなんかね。ああそうかもね。なんかいつもチッケム6話の人とか前半の人が出るみたいな感じだったけど、今回それもないしね。うん、そうだから割とちょっと平等っぽくしてくれたんかな、エムネ的にもみたいな。どうしたエムネ、そんなことできたん？いやすごくできたみたいな言い方確かに、まあ、エムネにしてはやったよね。うん、でも多分予告作業がそれでいて、あと。ああ、そうだね。今回は。うん、そうだね。まあだからさ、第7話の放送が楽しみだよね。そうだね。